だから140キロ来るとかって140キロ詰まっちゃダメ、開かなくても詰まらない、タイミングが詰まってるバットは絶対ダメだ。それって足上げる上げないじゃん、ここの動きとボールとのタイミング、ここが止まっちゃうバッターはやっぱりそれが合わない。だベンチに行ってさ、いいバッターと悪いバッターを感じるとき、こうやってベンチって例えば一塁側だとこうやって見ていいんだけど、まあ当たり前だけど横を見てるとピッチャーがいてバッターでしょ、ボールが出てきてボール出てくるっていう、それに対してバッターがタイミング取ってスーってバットが出てくるタイミング、このタイミングを見て、あこのバッターにタイミング合ってるか合ってないかを見る。でその中であとは丸いバットと丸いボールだから、いくらタイミング合っててもちょっと先当たったり詰まったり上当たったりして当たったりするんだよ。このピッチャーに対してどこで足を上げる、どこでこれっていうのがあるけど、それは一番最初のタイミングで、実際大事なのはバットの先っぽを、だからバットの先っぽをいつもイメージしてる、その道具を使ってる長さも考えて、あのボールとタイミングでどうかっていうのをいつも考えてる。 OK、 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 O